団茶とは、蒸した茶葉を薄でついて固めて作られる、固形茶。紅茶、緑茶などを、レンガ状に固形化してで作られるものは、煎茶とも呼ばれる。煎茶鏡、団茶は、様々な種類の茶を加工した固形茶の総称となっており、団茶という名称は壮大になって、一般的に用いられるようになったと言われる。その形状は円形に限らず、球形、半休憩、方形、 中央に穴の開いた先断茶など様々である。現代の固形茶は製造法による分類では金圧茶に属する。その中には黒茶仙など断茶を思わせる名称の茶も存在するが、現代の金圧茶は一旦完成させた葉茶を蒸し圧で大きく固めたものであり、秋代以前の茶葉を粉砕して作られていた断茶とは異なる製法で作られているものである。 東代の陸우が表した茶行によれば、南北朝時代には蒸した茶葉を木ねと薄でつき、ベーコと練り合わせて餅状に固める製茶法が存在したという。陸우の時代の製茶法も基本的には変わらず、当時団茶は餅茶と呼ばれていた。餅茶は茶の保存性を高めるための方法であり、野源と同系の薄で粉砕して抹茶にし、塩を加え。 日記や生姜などの香草を混ぜて香り付けして飲まれた。茶師ではこの喫茶法を団茶法と呼んでいる。団茶の製茶法は当代まで基本的には変わらなかったが、五代十国時代には、キネウスではなく、すり鉢でさらに細かく粉砕する健康茶や、ローメン茶という高級固形茶が現れ、壮大に継承されて講述する流鳳茶へと発展した。 団茶の製法が変化するとともに、餅茶に代わって、団茶という名称が一般化する。一方、宗始によれば、宋代には、茶の類別は、固形茶の系統を指す、肩茶と、葉茶の系統を指す、三茶の二種に整理された。肩茶の中でも流弾、大鳥餅と呼ばれた、高級品は朝廷への献上品として有名であり、王様おさむの、記伝録には、 シャオロンダンの価格は金利量だが、たとえ金があっても手に入れられないと述べられている。秋夜に入り、初代皇帝の主現象はそう、元朝と続いた宮廷専用の流放茶を民力の浪費として廃止した。これを契機として、断茶と抹茶は中国茶市場では一旦衰退した。断茶はもっぱら輸出用の茶として生産されるようになり、偏京の人々が飲む茶という意味で、 変茶とも呼ばれた。新台には、発酵、半発酵茶が作られるようになり、黒茶系のプーアルキンアツ茶や、紅茶や緑茶を加工した煎茶と呼ばれる方形の団茶が、チベットやモンゴルなど各地に輸出され、独特な喫茶文化を育み現在に至っている。団茶は、日本には、平安時代に、最長や空海といった塔に留学していた層によって、もたらされることとなり、 佐賀天皇を中心とした宮廷貴族に愛飲された。しかし、剣闘士が廃止されると、やがて団茶の人気も衰退してしまい、日本において団茶はそれ以後流行せず、一時的な流行となった。高知県のご一茶は、この団茶が原型と言われている。ありがとうございます。